子育てする人を応援しようみたいなこと政府が言ってくれるっていうのは実は女性には割とね肯定的に受け止められていて、もう産みたくないと思ってる人は嫌だかもしれないんですけど、結構あ応援してくれるなら頑張れるかなとか、うん、もう一人ぐらい産めるかなみたいなことを言って明るく受け止める人もいるんですよね。まあ、あと私がいろいろ取材してて思ったのは意外と女の人で、うん、要するに産休とかを取ってる人をそんな欲張りなんじゃないって思う女の人は男性だけじゃないなって思いますよね、うんうん、そういう人は。あのね、やっぱ仕事間の変遷ってすごく大きくて、うん、やっぱり今の子たちにとっては仕事ってやらなきゃいけないものなんですね、うん、バブル世代というか均等補大世代にとっては仕事させてもらえるみたいな新鮮な喜びだったじゃないですか、うん、もうそうじゃない、まるっきりそこは逆になっちゃったっていうか義務みたいな、義務というかもうやらなきゃいけないこと、どんなに辛くても就活も辛いけど頑張んなきゃとか、もうどうしてもやらなきゃいけない苦行のようなものになってきていて、でもちろんその仕事には喜びとかあるんだけど、でも24時間戦ってまでやるものなのだろうかとみんな思っているっていう